鴨モワケイカズチノ神社は、京都市北区にある神社。通称は、上鴨神社。式内社、山城国一のみや、22社の一社。旧社格は、官兵大社で、現在は、神社本庁の別表神社。ユネスコの世界遺産に、こと京都の文化財の一つとして登録されている。考察書、一の、鳥居京都最古の歴史を有する一社であり、 かつてこの地を支配していた古代氏族である鴨の氏の氏神を祀る神社として、鴨のごそ神社と共に、鴨神社と総称される。鴨社は奈良時代にはすでに強大な勢力を誇り、平安戦都後は工場の神護社として、京都という都市の形成に深く関わってきた。鴨神社両社の祭事である鴨祭で有名である。また、社宝、神鴨が年2回発行されている。 創建については、諸説ある。社殿では、神武天皇の御代に、鴨山の麓のお荒れ所に、鴨明いかちの命が降臨したと伝える。山城国風土器一文では、極意日売りが、鴨川の川上から流れてきた二塗り屋を床に、置いたところ解任し、それで生まれたのが、鴨明いかちの命で、兄玉い日いの子孫である、鴨上が田主の一族がこれを放祭したと伝える。 ニヌリアの正体は、お徳に神社の平井人とも、大山杭神とも言う。玉井日売りとその父の、鴨の竹津の実の命は、下鴨神社に祀られている。国史では、文武天皇2年3月21日、鴨祭りの日の記者を禁じたという記事が書室で、他にも、天平商法2年におとだいた一丁が寄進されるなど、朝廷からの数計を受けてきたことがわかる。 延暦13年の平安戦都後は、工場鎮護の神社として、より一層の崇敬を受け、大道2年には最高位である小一くらいの深海を受け、鴨祭りは直祭とされた。縁起式神明町では、山城国あたご群、鴨明一の神社として、名神大社に弟子、名神祭、月次祭、愛かつて、祭り、新滑祭りの、 各祭りの平白に預かると記載されている。公認元年以降約400年にわたって、伊勢神宮の五木の宮に習った祭院が置かれ、王女が祭用として奉仕した。明治の近代社格制度でも伊勢神宮に次ぐ、官兵大社の筆頭とされ、明治16年には、直祭者に定められた。建造物建造物美術工芸品転居、2000年までに、指定の国宝。 重要文化財については、国宝重要文化財大全別館による。ありがとうございます。